時刻は6時半になりました。澤田賢治最新ニュースのお時間です。レモジュリニュース1830、澤田賢治ライブ2024、木の板静かなる岩、愛知の2公演が明日より各プレイガイドでチケットが一般発売されます。本日はこちらについてご紹介させていただきたいと思います。まずはライブ日程のご紹介です。1公演目は2024年4月20日土曜日、会場は愛知の刈谷市総合文化センター大ホール、会場時間は17時、夕方5時から、開演は18時、夜の6時からとなっております。もう一公演ですけども、2024年7月3日水曜日です。こちらは愛知県芸術劇場大ホール、会場時間は17時、夕方5時から、開演は18時、夜の6時からとなっております。チケット代金は全席指定の8800円となっております。手数料は別途かかりますのでご注意ください。チケットの発売期間なんですけども、明日です。明日の3月23日土曜日の午前10時より、チケットピア、そしてローソンチケットにて発売となります。一般発売となりますので、チケット枚数が上限に達し次第、ソールドアウト、終了となりますのでご注意ください。こちらの動画の概要欄に各プレイガイドの URL を載せております。よろしければそちらからサイトに行ってみてください。こちらの情報は2024年3月22日金曜日、お昼3時確認分の情報となります。情報の変更などございましたらご了承ください。当 YouTube チャンネルでは月曜日から金曜日の夜6時半に、ジュリー澤田賢治さんの最新情報、様々なコーナーを配信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シギレモンでした。